En France.岩手県は東京から新幹線で約2時間、この、ここから新幹線で来ますと、ここが岩手県です。日本の北東部にあります。岩手県はとても面積の広い県ですが、春夏秋冬四季それぞれにとても素晴らしいところがたくさんあります。酒造りのマイスター南部杜氏がたくさんいるところで、美味しいお酒がとてもいっぱい作られています。 岩手県のお酒というのはとてもバランスが良くて、香りと味、甘み、それが非常にうまく融合したお酒になっています。我々お酒造りではワインとは違って発酵させるときに水が必要になります。そこに足される水がどんな性質のものかによって 発酵の様子が変わってきて、それによって出来上がるお酒の味わいが変わってきます。そしてお酒を飲む時に必要なグラスはこの漆。昔岩手は焼き物を作ってるとこはなかったので、みんなこういう木の器でお酒を飲んでたんです。それも自分たちで作ったお酒、杯って言って、 冷たいお酒を飲むんですね。それから岩手の伝統的なものはこちら片口と言います。漆は大体お椀、これがすごくポピュラーで、これは日本人が毎日使う道具なんです。でこれは木でできてて、木の上に漆塗ってますから、 熱いスープを入れてもなかなか冷たくならない。だけど口のところに持ってくると程よく冷えてるので、非常にそういうお味噌汁とか美味しく飲めるんです。金閣寺や日光東照宮、国宝の修理にも使われているのが岩手県の漆です。 子孫寺という寺があって、その中に金色堂というお堂があります。これはマルコ・ポーロが黄金の国ジパングと言った時のお寺がまさにこれなんですね。それ以外にも世界遺産が5つ、またそれに準じる施設もたくさんあります。で、世界遺産ができた経緯というのは、日本で戦争が続いていた時代に敵も味方もなく、すべての命を弔いたいという思いからできていたのがこの平泉という思想、浄土という思想で、今もそれはこの土地に残っていますし、設備もたくさんあるので、ぜひぜひ来てみてください。ぜひ皆さん岩手県に来てください。